学生アリスシリーズは、アリス川アリスによる推理小説のシリーズ、江上二郎シリーズ、学生編などとも言われる。1988年から1990年の日本を舞台に、京都の次第、英都大学の推理小説研究会、英都大学推理小説研究会の部員たちが、旅先で自然災害などに見舞われて孤立し、脱出不可能な状況で、 殺人事件に遭遇するというクローズドサークルものの長編シリーズである。シリーズの短編は本編の番外編といった趣きとなり、日常の謎がテーマとなる。洗練された本格推理小説としてだけでなく、若者たちの将来への不安やもどかしい恋愛を描いた青春ミステリー小説としても評価が高い。長編5冊、短編集2冊で終了する予定。 A と大学推理小説研究会の略称。1984年に石黒沙夫が江上二郎を誘って創設した。推理小説研究会とは、名ばかりの硬上曰く何をしたいのか何をするのかわからん人間の集まりであり、もっぱら部員同士でより集まっては、古今東西の推理小説談義や世間話、小さな掛け事などに花を咲かせている。 推理小説を掲載した機関誌を発行する計画はあったものの、未だ実現されていない。部室はなく、学生会館のラウンジや行きつけの喫茶店が主な活動の場。部員は極めて少なく、春になると、いつも部員獲得に躍起になるも、その目的は果たせずに終わる。メンバーの関係は極めて良好であり、不思議な出来事、引っかかる出来事が起こると、 部員全員で真相を明かそうとする。なお、エイト大学は京都御所の裏手にある次第であり、最寄り駅は京都市営地下鉄、今出川駅。降りて地上に出るとすぐ大学祭門があるとされている。作家アリスシリーズ、学生アリスシリーズと呼ばれるこの2シリーズはお互いにパラレルな世界であり、作家アリスに登場するアリス川アリスが学生アリスシリーズを執筆。 学生アリスに登場するアリス川アリスがサッカーアリスシリーズを執筆しているという設定になっている。VHS のみ。更新役を香川照之、浅里亜役を渡辺麻里奈が演じている。作画鈴木優布の子、作画川内実家。ありがとうございます。